まず、まゆちゃんです。まゆです。はじめましてですね。あのね、実は、まあ、さっき Vlog のイントロ撮ってたんだけど、昨日、初めましてで会って、2日連続でデートしてるんだよね。で、今日は、まゆちゃんもやっぱり韓国在住で YouTube やってるから、ポーチの中身を見ていこうかなと思います。じゃあ、まゆちゃんのポーチはどういうのですか？私のポーチは、これね、ちょっと東南アジアチック。これはお母さんがベトナム旅行行ったお土産で。やっぱそうなんだ。かわいい。いっぱい入る。そうだね。結構持ち歩く？持ち歩きますね。結構。はい。じゃあ見ていきます。はい。まずはバントの。これは正規のサイズっていうかちっちゃい、そうです、ミニサイズです。昨日ね、一緒にシコルで、シコルで一緒に見てたんだよね。でこれ買うか買わないかってうちら別れた後に結局別でもう一回行ったんだよね。それで買っちゃったんだけどこれどうだった？良いです。保湿結構なるタイプ？それともカバー力があるとか？カバー力もあるし、結構塗ったばっかは結構なんかツヤ感が出る感じでした。こうよれるツヤじゃなくて綺麗な感じ、うん、あ、そうなの。こういうパクトタイプの、かわいい。でもやっぱ旅行の時持ち歩きやすい大きさだね、うん、全然これミニサイズでも十分そんな楽でした。なるほどね。次は？次はこれは、これは、うん、リリーバイレット、うん、のチークです。最近これやばいよね、韓国流行ってる。でも値段も安くて、うん、セールで買ったの？そう、セールで7000ウォンか5000ウォンか忘れちゃったんですけど、色は8番。これはミニサイズとかじゃなくてこのサイズ？そうです、これはこの大きさであって、うん、こういう感じの。でもちゃんと鏡もついてるし。本当だ。ちょっと試していい？どうぞ。すごいなんかベルベットっていうかマットというか、マット系の本当に自然な色なの。どのメイクにも確かに嫌味なく、うんうん、やつです。いいね。今日つけてる？今日つけてます。使いやすい。私多分今日これ買いそうまたで他の色も可愛かったよ。それそうだよね、6色ぐらいあったの。今日あとでじゃあワトソンズ行きましょうあとは、あ、これも、うん、ミニサイズ。ミニサイズか。ミニサイズ、大きさが気抜いてたやつか。あ、そうです。あ、これはセフォラカナダ行った時に買って、うーん、やっぱりめっちゃいいです。このパウダー白目？白目って普通の白なんですけど、なるほど、結構使ってる。なんかいろんな YouTuber さんとかも結構使ってるもん、ね、でもこれ本当なんかめっちゃ軽いんですよ、サラーって。これも要チェックだね。これいくらぐらいだったの？これもでも昨日シコルで見たら2万9000ウォンだったんですよ。26ドルとかそれくらいだった気がします。なるほど、いい。これまた買おうと思ったんであとはこれもミニサイズです。もうこれ持ってる。ミニサイズで買った。ミニサイズだらけこれも昨日シコルで買いました。ベネフィット良いですよね。そう、描きやすいなって思った。スーって、そうね、描きやすいし、うん、色も自然だし落ちにくい、なんか、うん、良いです。でも欲しいのはやっぱミニサイズだから、ここにあれが、あのスクリューブラシがないのがちょっともったいないなと思って。これいくらぐらいだったの？17,000ウォンとか。うーん、ちょっとブローにしては高いから。そうだね、ミニサイズだけど。そう、あとはじゃあ、おかわいい。アンドアザーストーリーズのシャドウとスティラの一番定番のキルナルマ。え、これさ、ちょっと待って、はい、わあ、これめっちゃ美味しかったやつだ。でこれでも一番なんか茶色、薄い茶色っていうか、うんうん、若干赤みある茶色で、なんか少しだけパール感があるんだね。めっちゃマットっていうよりは、もうアンドアザーストーリーズのチーク、わかります？え、チーク？めっちゃ可愛いんですよ。あのなんかチーク描いてるやつ。うん、ほんのりね。そう、良いです。これでもマノンしかしないです。そうなんだ。これはどこで買った？アンダーザストーリーズは日本にはまだ入ってないんですよ。アンダーザストーリーズ、あの H&M と同じ系列の、はい、で、あのアクジョンロデオにあります。店舗です。これはもう定番多分韓国 YouTube 見てる人は分かるかなって感じ。涙袋とかにつけて。リリーバイレットのペンシルです。うん、
でもこれめっちゃ本当落ちないですよ。塗りやすい。すごい。めっちゃ塗りやすいです。本当。スルスルかけるこのまま本当全然取れなくなります。へえ。これ要チェックだね。しかも安いでしょ。そう。これも安かったです。これは5000ウォンかな。リリーバレットすごいね。いいと思うよ。最近いいですよ ね人気だけどさ。あとはナイス全部デパコスだけど。そうだね。これまあこれはね、はい、ディオールの。でもこれまだあの001番の一番もともと最初からあった色のやつで、ほんのり色もつくからいいんですけど、もうほとんどだからリップバームみたいなリップクリームみたいな感じで使ってて、ね、でも良いです。マック。これはシーシア。シーシアか。あ、え、持ってる。コーラルっぽい感じの。そうだね。誰にでも合う。確かに見れば感じます。そうだね。本当に使いやすい色ですね。本当に使いやすい色です。どんなメイクにも合うっていうか。無難な色だね。無難な。あとマットじゃないから。しかもちょっと上品でね。なんか色味が。シェードのグロス。うん、グロスだね。あ、ちょっと赤っぽいグロス。赤グロスだね。結構発色いい方ですよね。うん。でもなんか全体に塗ったら結構自然な感じでした。なるほどね。やっぱリップスティックの上につけてあげるといい感じか。冬とかにいいよね。そう、色味はね。最後に、はい、アビブのさっきね、あの私試させてもらったんですけど、本当に香りがめちゃめちゃいいのと、あとテキスチャーも、うん、やっぱなんか重たいハンドクリームって使わなくなっちゃうじゃん、ベタつくし、うん、その後なんかこう何もできなくなっちゃうから、でもそういうなんていうのかな、気持ち悪さが全くない感じだ、サラサラ系の、うん、これどこで買えるの？まあ多分ネットで、ネットでが一番、はい、アビブパックもいいし、クッションファンデーションもめっちゃいいんでおすすめです。はい、感じで日本の化粧品が一つもないっていう。確かに自然あるけどまだ、ね、デパコスだし。すごい、あの最近人気なコスメとかになるコスメを抑えてる気がする。すごいこれでコンパクトに感じです。皆さんも試してみてください。そんな感じでまゆちゃんのポーチの中身でした。今日も楽しんでいただけたでしょうか。インスタグラムとツイッターもフォローして、まゆちゃんのチャンネルもぜひお願いします。チェックしてみてください。では次の動画で会いましょう。はい、はい、よー。